こんにちは。こんにちは。やっぱんです。ちゃんちゃんです。はい、じゃあ今日もやっていきましょう。はい。今日は何しましょうか。お待たせいたしました。はい、今日はタイ2回目。うん。ババン。日本全国の名物巡り。なるほど。うん。で、1回目は北海道だったんですよね。そうそう。北海道でね、スープカレーとかジャガイモとか食べましたけど。で、2回目はどこですか。うん、今回は山梨県で。山梨県は、うん、この間のライブ配信でね、そうそうそう、決めてひょんちゃんが、うん、まあ、地図見ながら、そうそう、どこがいいかなってね、指をだだ刺してね、うん、選びましたんですけど、はい、特に近くにあるんですよね。東京がここで、そうそう、山梨はすぐ横。そうそうそう。ここね、ひょんちゃん、山梨県を聞いたことありますか？いや、聞いたこともないし、全然山梨県について知らないんです。全然知らない。知らないんです。でもひょんちゃんがね、絶対知ってるものが一つあります。何？有名なものが。有名なもの？日本一高い山。富士山か。そう、富士山がね、山梨県と静岡県の間ぐらいにあって、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、だから山梨県からもすごい綺麗な富士山がよく見えます。ああ、そうだったらなんか自然な雰囲気があるんですよね。そうだね、やっぱりね、山梨県って言ったら、うん、野菜とか果物とかは結構よく取れてね、美味しいものがあるんですけど、うん、まあ、残念ながら今はね、ちょっと冬のあれ季節なんで、うん、なかなか季節ものの果物とかは手に入らなかったんですけど、残念です。まあ季節関係のない、名物もありますので、うん、それを今日は食べていきたいなと思います。はい、では行きましょう。はい、レッツゴー。じゃあね、まず名物を食べる前に、山梨県とは一体どういうところなのかっていうのをね、簡単に説明していきたいと思います。はい、まずさっきね、地図で見せたように、うんうん、山梨県は東京とか埼玉とか、うん、神奈川の横、うん、だからね、うん、自然が多くて、うん、まあ、富士山も綺麗に見えるところにしては東京からすごく近いと。そうだね。そうそう、まあ、うん、近いといっても1時間2時間かかるんだけど。そうなの？そうそうそう、そう、近くに、めっちゃ近くに見えるけど。まあまあまあ、広いからね、山梨とか静岡って。そうなんだ。で、これは新幹線がね、通ってるんですよ。私たち大阪からね、うん、こう東京にビーッと行く間に、だいたいこの辺、静岡とか通って、うん、山梨あたりも通ると。うん、あ、そうなの。あ、だから今回の名物が本当に美味しかったら、後でね、うん、東京に旅行するとき、寄ってて行ったらいいじゃん。そうそう、うん、だからね、まあ、私たち今手に入れたのは、うん、まあ、名物なんだけど、うん、やっぱりね、本場で食べるものとは違いますので、うん、ね、うん、それで、まあ、行く前に、ちょっと私たちが軽く、こういうもんなんだっていうのを今日ね、食べていきたいなと思います。はい。では、紹介していきましょうかね、まずね。はい、まあ、やっぱね、山梨と言ったら、これです。麺じゃん。そう、麺。ほうとう。ほうとう？うん、ほうとう。あー、これか。私、ほうとうって、フード、フードの中、仲間かなと思ったよ。みんなライブで、山梨県って何が有名ですかって、私たちが聞いたら、みんながほうとうって、ほうとうって、まあ、答えたんですよね。その時、ほうとうって何って思ってて、フードの仲間かなと思ったよ。でも麺がね、うん、今出てきてびっくりした。ひょんちゃん、これ見たことある？ないね。ていうか、ちょっと違うでしょ。太いな。そう、ちょっと太いし、あとぺっちゃんこでしょ。おー、うどんってもっと、ま、丸いじゃん。あー、そうだね。でもこれほうとう、ま、ね、ぺっちゃんこ、うん、あー、そうそう、だからこれよく似たもんに、きしめんとかもあるんだけど、うん、これちょっとほうとうときしめんは似てるけど、若干違う。楽しみでよ。でね、これはね、うん、やっぱ自分らで作らなきゃいけないんで、ほうとうの麺とスープはだけ、うん、買って、うん、あと作り方をね、こうやって書いてくださってるんで、はい、うん、これの通りに作っていきたいと思います。はい。はい、じゃあ用意できました。じゃあ開けてみてください。すごい、めちゃくちゃ美味しそう。どうですか？うわぁ、素晴らしい。いやー、素晴らしい。今日はね、お野菜、かぼちゃと白菜と人参と、豚肉と、
キノコ高級な感じがするわ。なんかね、お野菜とかはあんまりなんか決まりとかなくて、うん、うん、なんかこう一緒にほうとうと一緒に煮込んで食べるって感じだね、うん、味噌味になってますんで。あ、そうなんだ。どうぞひょんちゃん、うん、スープから。そうだね、スープからいただいてみてください。はい、いただきます。はい、どうかな。おいしい。おいしい。いやー、ちゃんとできたね。おお、レシピ通りやっただけなんで。おいしいよ、食べてみ。いただきます。うん、うん、あ、おいしいなこれ。ラーメンと全然違う味がする。違うね、うん、あのこれ俺作り方見て初めて知ったんだけど、ほうとうと一緒に煮込むのよ、うん、だからね、もう俺もっとなんか別に煮込むのかなと思ってたんだけど、だからね、このほうとうの、なんていうの、粉がついてるでしょ、ね、あ、そうそうそう、最初にね、あれも一緒に煮るから、うん、トロトロトロしてる。なんか別でやってもいいですよっても書いてたんだけど、そうなんだ。なんかとろみもあって美味しい。どうぞ、あの、じゃあほうとうもいただいてください。全然の初めての。そうだね、うん、ほうとう太いな。そうそうそう、うん、だからやっぱさっきあの茹でる前はもうちょっと細かったけど、うん、茹でて もうちょっと太くなった。うん、うまっ。おいしい。うん、うん、うまっ。うん、うん、うどんとかとちょっと違う。もちもちするわ。あ、もちもち感が違うか。うん、うん、あ、これおいしい。おいしい。あー、気に入った。気に入った。いやー、めちゃくちゃおいしい。私もいただきます。びっくりするわ。うん、めちゃくちゃ美味しいでしょ。うん、いやー、これ最高だな。ほんと、もちもちやね。うん、美味しい。うどんも美味しいけど、うん、これもめちゃくちゃ美味しいな。うどんと全然違うから、うん、なんか比べるのがない、特別な感じがする。確かにさ、うん、なんか見た目的にさ、うん、まあ、うどんと大したないのかなとか思ったけど、うんうん、全然違うね。違う、違う。太いからさ、うん、コーナーの味が強いかなと思ったよ、うんうん、でもそれも全然ないしね。ないしね。味噌味とちゃんと染みててね、味噌味がね。だからやっぱ太い分、うん、味が染みるんだと思う、うん、で、太いし平らだし、うん、最高だね、これ。これ美味しいね、うん、これは名物になるのが分かりますわ、うん、確かに。で、お食事の名物はさっきのほうとうだとしたら、うんうん、次はもちろんデザートです、うんうん。この流れはパーフェクトだ。やっぱね、名物こうやってあるとありがたいね。そうだね。メインの料理と甘いものとなってくれたら最高なんですけど、うん、山梨はちゃんとあります、ね。もう機体がめちゃくちゃ高くなったよ。でおしゃれ。これでございます。おしゃれな。ここに書いてますね。桔梗信玄餅とか。餅？お餅か。そう、信玄餅。うん、この信玄っていうのが人の名前なんですよね。うん、あ、そう、あの山梨って言ったら、うん、やっぱこの方武田信玄っていう、うんうん、昔の偉い人。あ、山梨をずっとなんか守ってたんだよね。代々。あ、そうそう、山でも山梨で言ったらやっぱ武田信玄。でさっきのほうとうもね、うん、この武田信玄さんから来てるんじゃないかな、うん、なんていう話もあって、まあいろいろ説があって本当のことはどれかわかんないんだけど、そのぐらい偉い人ですよね。そうそうそう、このお餅もその信玄の名前がついてるお餅ですと。開けてみましょうか、はい、もうね、すごいいい香りがする。あ、そうなの。きなこのいい香りがする。ほんとだ。ほい、うわー、すごい。かわいいでしょ。かわいい。おしゃれ。お、なんかこれ何、ね、なんかがついてるわ。そうそうそう、それをかけて食べる。なにこれ。黒蜜。うわ、ボロになりそうだから飲んちゃっただけでいこうか。こんな感じです。きな粉だね。うん、すごい。混ぜて食べるの？もう好きにしていいんじゃない？なんかお餅だからちょっとなんか つついてみて。ああ、本当だ。そうそうそう。これ確かね、お皿こうなんかで大きいじゃない、うん、これ袋、うん。そうそう。だから本当はお皿がなくても、あ、こうやって広げて、なるほど、この上で食べたら、うん、あのボロ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 こぼれない、このまま片付けられるっていうことだったと思う。確か。もうこぼれたよ。でもこぼれるなもんね、仕方がない。このお菓子は結構大きいのかな。大きいだよ。大きい、うん、ああ、三つがついてる。こういう感じで、なんかそっ切れない、うん、そっ。どう、最高。美味しい。わー、楽しみ。うわー、感動するわ。そんな美味しい。うん、こんな美味しいよ。誰がチョコだ、天才じゃないの。うん、めちゃくちゃ美味しい。
美味しい。うん、プチが幸せになるわ。本当だね。うん、この黒蜜がまた美味しいわ。いや最高。なんかさ、こういうお菓子でいわゆるわらび餅あるじゃない、お餅にきな粉のせて、うん、あれはよく食べるじゃない、うん、あれに近いけど、いやこれちょっと違うね、やっぱりね、黒い蜜、うん、これがちょっと違う味が違う、うん、やっぱこれが重要なの、うん、そうだね。これ私が食べてもいいの？どうぞ。ね、めちゃくちゃまだありますから。いやめちゃくちゃ美味しい。これプレゼントにね、うん、もらったらめちゃくちゃ嬉しいかも。美味しい、うん、もうボロボロこぼれる感もまあ含めてね、このぐらいは許せるよ、うん、この味なら許せる、うんうん、はい、というわけで、はい、今日は山梨県の名物を食べましたけど、もっとないの？もっと本当はね、たくさんあるんですけど、私たち、私が手に入れられたのは今日は、うんうん、弟と信玄餅だけだった。姉ちゃんで、めちゃくちゃ美味しかったのに。そうだね、だからこうやってさ、うんまあ、簡単に手に入るものでも、うん、こんな美味しいんだからさ、ほんと現地行って食べたらもっと美味しいんじゃないでしょうか。現地に行きたくなっちゃった。本当だよね。だから食べ物もそうだけど、うん、やっぱ観光したりさ、うん、もう空気を感じたりするのはやっぱり行かないとわからないんで、うん、もっと貯金しなきゃ。そうだね。まだまだね、いろいろ まだ北海道もまだ行ってないんで ね、そうそう、これからどんどんこれ続けていくけど、うんうんうん、まあ行ったことないとこを紹介していくんで、うん、今めっちゃ貯金しています。なので、じゃあ今日は名物巡り第2弾として、うんうんうん、話を紹介しました、はい、どうでしたでしょうか。いや話、私は超楽しかったよ。そうだね、好きだよ。でも私たちもそうだけど、うん、見てくださってる方もね、山梨県行ったことないとか、うん、ああいう方もたくさんいると思うんで、こうやってこう僕らを通してね、うん、山梨を知っていただいて、うんうん、山梨に行きたいなと思ってもらえれば最高ですね。これ買ったものを概要欄にリンクね、はい、つけたらいいじゃん。そうだね、うん、だまあ私たちが買ったのも下の方に書いておきましょうかね、うんうんうん、ではまた次は第3弾、まだ決まっておりませんが、うん、またねライブかなんかで ね、決めましょうか、うん、そうそう、なので、またなんか、皆さんの中でここがいいんじゃないかとかあれば書いていただければ参考にしたいと思いますので、またよろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日はこの辺にしましょう。またねー。